はい、ということでテイク2、どうもライスゲームズのライスです。前回ねちょっとねエリックを左側に行かしたのはまずかったな。エフラも左側にやろう、うん、そしたら無理だ、敵強い、届かんし。あーやばいな、ちょっとここまで来たんですけど、ギリアムやばいな、これ絶対死んだな。今ストーン食らってあと HP7 なんですよね。いやー正直ねこれ一人でね全然いけるかなと思ったけど、これ無理だな、絶対死んだな、ギリアム。あーマジか、こんなところで一人死ぬなんて。いやーでもうわー、しょうがないか。とりあえずこうエリークまたやばいんだよ、エリーク弱いんだよな本当に、どうしようもねえな、この弱さ。でもいけると思うんだよね俺。は倒せんしマジかよ、あそっか HP が増えてくか、うわーマジか、これ倒せるんだけどもったいねー。ここはアウトドア装備して待機だな、これな。はまたこれか、しかも無限かよ、知らなかったぜ。あーあとどうしようかな、もう無理だなこれ、普通に無理だな、特に左下はマジで無理だ。はい、ああエリックのいるところほとんど全滅しちゃうからな、やべえな。いやでもこのストーンはねえわ、ストーンねえわ、絶対死ぬもん、絶対死んだやん。むしろ右上 上めっちゃ安定してるんだけど、ここは経験値を稼ぐ、無理やりでも、そうせんと無理だ、今後もうラスボス生きていけねえ。あーなんだこいつ、ふざけやがる。あーもう未来こうしちゃう、もったいないけど、あーもったいない。だがしかしこれで動ける、でやり OK、 レベルアップするか、おーレベルアップする。これディッセルめっちゃでかいんだよな、レベルが高いからさ、もうレベル18だよ、やばヤバスンオブヤバスン、オッケー、おーいレベルアップ、いいね、いい上がり方。はい、ギリアム死んだ、デイリークもヤバ、あざした、ギリアムさんあざした、もう無理です、もう絶対無理です。もうストーンだったら絶対当たるから、ね、回避する余裕がない。お見るら、そんなバンバン攻撃するんじゃない、お前は壁役なんだ。おおマジで、あっなわけないですよね、死にますよね、ダメージ効かんから。おおこれ無敵なんじゃないかと思ったら、そんなことないよね。 OK、 いいよいいよ、ディスルー、あー見るな、これ毒で死ぬことあるんかな、いやないだろ。あーくそ、うわデュッセルこれ破壊してえな、超もったいないじゃん、いきなり、おいゼロってやばいな、あそれか、また見せた、オッケー、危ねえ、ゼロ攻撃しようか、完全にダメじゃん。あーデュッセルこれ届かんのか、次生まれないことを信じよう、信じるしかない。よしアメリアが今から行くぞ、傷薬使った意味だ、アウトドア、オッケー、一撃、ここで1対1でずっと倒していけば問題なくいけるはず。あとここだよな問題は、ここミルラちょっとしていこうか、よしオッケー、下ー来てる、やっぱり来た、下なんだよな問題は。おお動くんかい、またかよ、またやり直しかよ、めんどくせえ。よーし、ちょっとね負けすぎてですね、まあ、負けすぎてというか、エフレムとエリークはね変なところで死ぬんですよ。まあ多分ここまでに、まあ、いろんなやつが死んだんですよ、ギリエムが死んだりヒーニアスが死んだりしてるんですけど、その先で必ずエフレムかエリークが必ず死ぬんですよ。まあ1回だけ3人ぐらい味方死んで、あこれは消さざるを得ないなと思って消したのあるんですけど、いやディッセル、アメリア、
ギリアムみんな死んじゃって、多分その動画はないと思うんですけど、いやちょっと死にまくっているので、もうこれだいたい 4グループぐらいに分けてたんですよ。こっちとここのやつとここのやつとここのやつとこのやつで全部分けてたんですけど、今回からは2箇所に分けたいなと思っております。だから左上と右下に分けたいなと思っております。だから最初のやり方とはね、若干違うような感じ。てか、ヒーニアスがね、意外とね、てか普通に弱いんだよな。もうちょっと強くないとね、ちょっと、ダメっすね。で、なんか、ね、動画見ながら、別の人の動画見ながらこうね、やりよったけど、いつの間にか、あ、ヒーニアス死んでたみたいなのがあって。やばみたいな。まあ、ヒーニアスぐらいならいいやと思って、続けていたら、急にエフラムが死に出してさ、え、エフラム死ぬのみたいな。いや、意外と敵のね、攻撃力が強くて、当たれば、めっちゃダメージ食らうんですよ。だから 30% ぐらいで2回食らうと死んじゃうんですよ。30% で2回って、確率何ぼだろ、わからんぞ。まあ結構、まあそんなに、低くはない。もちろん高くもないんだけど、いやでも負けちゃうんだよな、そのな、30% 2回ぐらいをね、連続で当たって死ぬみたいな、ほー、こんな感じでね、結構これ回避率あったのはずなんすよ、多分。ですよね。普通に 60% あるわ。普通に嘘ついたわ。AD クエフラムかな、そう、エフラムが 36% ぐらいを2回連続当たるとやばいというね。そもそも防御力も高いし、HP も高いエフラム、しかも回避率マックスという、この最強化の状況で普通に負けちゃうというか、エフラム、能力高いな。レベル5ですよ、これ。強くないっすか？それでもやっぱ、ハードモードだからね、ちょっと敵は強いけどね。これみんな右に行こうかな。というところで、まあ、2パターンに分かれてやっていきたいと思います。おっと、ジスト死んじゃった。やばい。これまずいぞ。これ、まずいぞ。ギリアム、ストーンなっちゃったよ。ミラル、ミルラ大丈夫やね。うん。危ない。危ねえ。ヒーニア死んだかと思ったわ。完全に溶岩の上におるような気がするんだけどな。危なかったな。あれ、ストーン化してないじゃん。なんだよ。ストーン化してないじゃないかよ。びっくりした。また死ぬんかと思った、ギリアムが。ギリアムね、前ね、左下のところでね、ストーン化してね、5対1で負けちゃったからね、5対1ぐらいな勝てるんだけどな。それぐらいの実力差はあったんだけど、ストーンはさすがに無理なんだよな。本当にな、本当にもうな、本当にな、これね、もう、どうしようこれ。1人1体。無理。これ、来れないか。こいつ来れるんか。めんどくさいな。なんでこいつ来れるん？ここか。ここが穴が開いてるのか。めんどくさいな。困ったな、これ。ここまで来るとね、意外と困ることが多くなったりするんだよな。鋼の。こいつね、ギリギリ死なないんだよな。くそ、鋼の斧だったら倒せるんだけどな。ストーン厄介だな。いやまあこの隣のやつ倒すか。隣のやつもね倒せないんだよね。ギリアム、ギリアム、お前ギリアムかよ。あ、無理だな、倒せないから。回復するか。普通に回復してターンを待って、でヒニア普通に後ろ下がっちゃおう。ヒニア後ろ下がって回復して、これなー、やっぱね、魔法使いからの転職の杖は回復力半端ねえ。ライブで十分。マジ杖。マジ強。そしてこいつ、マジうざ。どうすこーい。あー、デュセルちょっとまあ、あれやな、レベルが高すぎて、レベル上がんねえな。いやー、でも、エフラム見てくださいよ、この強さ。いや、これ2回目かもしれん。これ強くないっすか、これ。魔法超低いけど。魔法超低いのはしょうがないけど、それ以外はマジで強い。いいね。おい。おい、オッケー。
いや、 やっぱこの3人のうちね、エイリックがちょっとね弱すぎるんだよな。技はちょっと高いけど、それ以外がクソ雑魚なんだよな。その代わりね、アメリア超強くなったね。いやー、こいつ死んだ時に毎回毎回あのリセットしたような気がするけど、だいぶ強くなったよね。最初ら辺は船の上とかマジでただのご荷物だったけど、今では本当にもう勇敢な、もうすごい強い選手になったからな。一人で突破できるからな、マジで。突破するどころじゃないもん。蹴散らすけどね、敵を。えい。で、卵で、まあ、経験値集めをしたんですけど、まあ、それでもね、ちょっとね、やっぱ2パターンに分けると、やっぱ経験値もったいないよね。しょうがないけどね。まあ、僕のような、そのなんだ、道中、雑魚敵を倒さないっていうね、雑魚的っていうか、あのあれだ、マップ上のあのなんかあのダンジョンっていうか、ああいうとこには行かないっていうね制約でしてるから、経験値がねもったいないところはねもったいないんだけど、まあそれしょうがないんだよな。まあ普通のねファイアーエンブレムするぐらいする人ならね、まあ、しっかりあれなんだよな、いろんなキャラクターを使いながらやっていくみたいなのがね主流だけど、もう僕のこの縛りになるといろんなキャラクターを使う前に死んじゃうから。ターナとかね、本編ではすげえ、本編っていうか最初のノーマルモードではかなり役に立ったのに、ハードモードでは一瞬でやられるというオチだから、ね、OK。ね、一番痛いのはやっぱハマンがなくなったことだな。ハマンが一番痛い。でエフラムね、これレベル6なんだけど超強いからさ、アメリアレベル上げようか普通に。おえー、オーケー。いやそれでもな、2体から攻撃されるとちょっと痛いんだよな。魔力高いな。オッケー、ジークムット強すぎー。57ってやばいね。当たると死んじゃうからな、みんな。みんな2回攻撃食らうと死んじゃうからな。まあ、ファイアーエンブレムの基本だけどな。2回食らうと死ぬっていうのは。だいたい2回で死ぬけど。だいたい2回で死ぬ。オッケー。うわ、ぶねー。あーち、暑いだろ。やっぱエイリック育てたいな、マジで。危なかったな。右の1体倒してよかったな。HP やん。21。よし、いいよ。死にゃせんけど、はかねでいいか。いいよね、いいよね、いいよね。よし、オッケー。はぁ、オッケー。エイリック弱えな。だって格下の敵に ここまで、おー、いい上がり方した。一番いい上がり方したんじゃないか。ここまでやられるのはね珍しいよな。あー、こいつらなんだよな。来てくれんかな、一体ずつ。それが一番楽なんだけどな。一体ずつ来い。ライブ。いや、このここのねノールのね回復力が半端ないんだよな、マジで。よいしょ。マジか。あ、危ない危ない。完全に押せよった。痛いだろう。あ、なんか出てきた。虫キラが。痛い。いいニアース。届かんわ。最初、ライブ。ヒーニアスね、マジでさ、HP 低すぎだろ、こいつ。最初から。しかも回避率もそんな高くないからな。素早さもうちょっと高くなってもおかしくないんだけどな。さあ、鋼の。うぃー、アルバルト。は?トマホークの方が強いんだ、威力。マジかよ。威力ゼロってやばいな。相手ね。どんだけこっち強いん?これこれしよう。大丈夫?オッケー。やりー。68%アーム。ただダメージを食らいに行っただけ。アーム、アーム、アーム。エリックちょっと行くか。これでエリック死んだ、嫌やな。
こういう時にね、エリク死んじゃうからな、マジで。オッケー、4しかもらえないよ。正直エリクで全員倒したいところだけど、多分無理だな、多分死んじゃうな、マジで。倒せるんだけどね、倒せるけど攻撃力はね、すごい高いから、ね、ライブ。オッケー。エイリックも HP 低いんだよな、やっぱレベル 20の状態でやってないけんな。ちょっともったいないことはしたけど、しゃあない。デリ、うーわマジか。トマホークはもったいないでやり。トマホーク強いな、今更ながら。さあ、ウラウラ、オッケー。あ、経験値、俺の経験値。ちょっと回復してから行くか。こういう時は焦らず回復しながら行くと、これが一番いい。おー、いい回復力だ。いやー、もう一人、魔法使いがちょっと弱すぎたんだよな、あのな、回復。上がり方しょぼいしさ、すぐ死んじゃったけど。進化してすぐ死んじゃったけど、だんだん名前忘れちゃったけど。よーし。正直こいつで倒したいけどな、こいつも弱いんだよね。見てよこれ。魔法めっちゃ高いけど、高音位置って頭おかしいだろ。鋼の鉄の鋼の変わらんな。あ、鉄のでいい、安いし。何、結構食らう。相手魔法使いだからこれで大丈夫じゃないか。うーわー、マジでギリギリじゃん、マジかよ。あ、リザイア出た。回復しながら攻撃。いやー、うーん、いい上がり方。何、届かないだと。よいしょ。何が届かないんだって。よし、これで死ぬなよノール。あー、うわー、マジかよ。普通に死んだし。おい、ギリアム、立て、マジ立て。うわ、最後で死んだし、ふざけんなし。頑張れよ、もうちょっと、もうちょっとだったじゃん。たけえな、攻撃力34で魔力23って化け物やろこいつ、マジ50万じゃん攻撃力。ふざけてる、ほな死ぬじゃん、無理じゃん、死んだじゃん、別にいいじゃん、よくないじゃん。強え、こいつ最後の一体。めっちゃ強えな。ひどくないこれ。ディッセルで21やで。やば。ノールの時点でやばい。これ外したら死ぬわけじゃないか。あ、まあいいや。オーケー。もう、76か。71。81、いいね。オッケー。わー、マジギリアム最後の最後死にやがったぞ、あいつ。ふざけてる。せっかくここまで育ったのにって言っても、そんなに育ってはないけど、ただ盾になって勝手に育ったって感じの方が強いけど。あー、でもギリアムこれきついんじゃないか。これ大丈夫か。さすがにエフラムとディッセルが強いとしても、まあミリアム強いけど、この3人で突破できるかな。あとミルラ、盾も10回ぐらいしかできないし。くっそ、近づくなっていう話なんだよな。近づかんやったらよかったんだけどな。今回アイテム全然手に入ってないじゃないか。というところで今回はここまでにしたいと思います。いやー、今回実は長かったんですよね。実はね、多分ね、パート4ぐらいだったかな。その分ぐらいを全部、これにやられちゃったというね。普通に死んじゃうからみんな、最後のギリアムみたいな。魔法が低いんだよみんな基本的に。というところで、あと4話かな、23話で終わりだったと思うから、
な。あと4話ぐらいかな。というところで今回はここまでにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。